ただいま、母さん。ごはんさんを連れてきたよ。おかえり、トランクス。それに、いらっしゃい、ごはんくん。はい、お邪魔します。ちょうど夕食の準備が終わったところよ。近頃は人造人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり料理の腕前でカバーしてるつもりよ。ありがとうございます、ブルマさん。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯、ブルマは楽しい食事のひとときを過ごした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご飯さん、すごい食べっぷりでしたね。いや、だって本当に美味しかったから。やっぱそっくりね。この時代は食材が何がでしょうか。その道着着てあんな食べ方をしてるのを見ると、お父さんの孫君にそっくり。びっくりしちゃうわ。この道着、お父さんみたいに強くなりたい、そう思って作ったんです。お父さんはいつもマイペースで、母さんに怒られてもひょうひょうとして、まるで空みたいな人でした。そうね。それでも俺や仲間たち、そしてみんなのために、いつも一番体と命を張って戦ってました。俺もお父さんがやっていたように、その魂を受け継いで戦いたい。でもなかなかそうはいかなくて。うわ、やっぱりごはんさんはすごいや。でも時々噂は聞くわ。人造人間相手にたった一人で立ち向かってるんでしょ。かっこいいわね。はあ。でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの。少し言って聞かせてよ。ん？今は戦わせたくないんだな。バレてないよな、修行や人造人間と戦ったこと。ごはんくん、今日はもう遅いし泊まっていきなさいよ。疲れてるでしょ。それがいいよ。そうしなよ、ごはんさん。あ、それじゃあブルマさん、お言葉に甘えます。ええ、それじゃあ早速だけど、二人ともシャワーを浴びてきて。なんだかとっても汗臭いわよ。すみません。トランクスレベル250マックスになったんだけども、まだね、必殺技が一つ覚えられてないんだよね。スキルツリー、これか、ここなんだよな。あとメダルが9個か、9個あれば覚えれるんだけども、どこにあるかな。もうあらかたね、探しては行ったんだよな。でもどこにも見つからない。一体どこにあるんだろう。なんかどっかに隠れてる。あった、とりあえず1個あった。こんなとこか。あんま高い高度を飛んだりしないからね、わかんないよ。ああ、あった、いった。あと、8個か。厳しいなぁ。ちょっと待って、とりあえず上からちょっと見てみよう。赤い光の、ちょっとキラキラしてるのが、メダルなんだけど、おお、あった、またあった、あった、あった、あった。あ、何かとこの上の方にあるぞ。何かと、あった、あった、ここか。他はまだなんか上の方にありそうじゃない。ないね。とりあえず2つ西の都で見つけられただけよかったか。あとは他のところか、ジンジャータウンとか、そっちの方にもなんかありそうな気配か。私の屋上の方には特に見当たらない感じだね。うーん、
難しいな、この D メダルを探すのが本当に難しい。敵を倒していくだけだったらね全然余裕なんだけど、物を探すってなるのがこれ本当にめんどくさいなー。